はい、おはようございます。こんにちは、こんばんは、バラでございます。今回から、ゲストクラフトというマインクラフト実況を始めていこうと思います。バラでございます。それで、パート1で、来ていただいたゲストの方を紹介しようと思います。では自己紹介、どうぞ。どうも、はじめまして。皆さんのアイドル、レン君です。今日は、第1回目じゃない、1人目として、頑張っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。いや、もう初めての方、ほんまにそれで OK ですか？そういう声と思ってしまうけど。お願いします。はい。あ、そうなっちゃった。そうなっちゃった。OK です。皆さん、はじめまして。レンコンです。はい。レンコンさんやってもらいました。あの、かの有名な。レンコンです。いや、その辺もいるレンコンです。お願いいたします。お野菜のレンコンさんです。お願いします。お願いいたします。お願いいたします。はい。ゲストクラフトやっていきます。はい。ゲストクラフトを簡単に説明しますと、はい、今回パート1に来てもらったゲストは、レンコンさんなんですが、次の来てもらう方はまた違う人、レンコンさんが、紹介して、僕に紹介してくれて、そこからまた、いろんな人に発展していくっていう感じですね。ごめん。なるほど。説明が出せたらごめん。そんな感じです。ビューティフルですよ。美しいですか？そんな感じで。美しいです。やっていこうと思います。まあ、はい、その、これからどんどんいろんな人が来るんですけど、その人たちが、住むお家を、今回は、仮拠点でもいいので作っておこうかなと、思います。ああ、なるほど。そうですね。了解です。まあ、最初仮拠点でしたっけ？はい、仮拠点じゃなくて、おっと仮拠点を、ちょっとテンプレが、仮拠点を作りましょう。じゃあ仮拠点作りますか。これからどんどんこんな人来るんで、やっぱ、まあ、いろんな人来るんで、やっぱ、まあ、皆さんが住めそうな家を ね、作っていきたいかなと思います。住めそうなお家を。そう、初めてお家を作るから、ちょっと緊張します。しますね。初めてマインクラフトをやるんで。あ、そうなんですか、レンコンさん。あれ、レンコンさん、そうですね、レンコンさん。そう、初めて、しかも初めて建築するもんで。完全初心者なんですね。完全、はい、初心者ですね、今日から。ちょっと向こう、ここ沼地なんで、あ、石炭とかやっぱ今のうちに欲しいけど、あ、これ石炭って言うんですか？え、これごまらしき。あ、ごまらしき。あ、これごまらしきやつですか？まですね。で、ここ意外にいいバイオームですよね。あ、バイオームなんでしたね。え、バイ、あれ？電光さんマイクラ初心者。そのキャラはやっぱり目を当てないな。ずっと突っ込むけど。はい、どうしよっかなぁ。どうしますか、その辺に。あそこ、海じゃなかった。川らしきものが見えるじゃないですか。泉が。そうですね、はい。そこの近くに家を建てたいなぁって、ちょっとロマンチストに。さすがロマンチスト。天候。ロンさん。いやぁ、もうロマンチストで名前いいですよ。ロマンチストさん、さすがっすね。尊敬します、先輩。いや無視しますわ、完全に。無視された。卵って料理できましたっけ、これ。確か目玉焼きが作れたり作れなかったり。あれそんなゲームだっけこれ。行くと、リンゴしかないですかねこれ今。キノコは取ったの。やばいっすね。とりあえず、ニワトリの目の前で、あ、卵を投げる。そういえばニワトリがいるってことは。一応飯焼いてるんで、はい、お好きにいただいてください。あ、ありがとうございます。ちょっと俺も、レンコさんの真似でした。ちょっとニワトリ。うわ、ちょっと、何するんですか俺のレンコさんじゃない俺のニワトリ。俺のレンコさん。おっとあれ俺のニワトリに、なんてことを。俺のレンコさん、マジか。おっと、そこ、今んとこピー入れとこう。照れるわ。今んとこピー入れときますわ。なんでよ。一個もらいます。なんでよもおかしいけど、恥ずかしいな。肉飯です。あ、どうぞ。朝ごはんありがとうございます。朝ごはん、どうぞ。あ、これ、もしかしてあの、噂の人肉ってやつですか？これ。そんな、ゾンビ肉ですよ、普通に。あ、そうですか？ああ、そうですか。じゃあ大丈夫かな？あれ、卵が。危なすぎま。なんか燃えてるぞ、どっかで。ん？マグマかな？あいつどうしよう。ちょっと、助けてあげましょう。あ、優しい。苦しむ前に。え、大丈夫？こう思って。あ。何もなかったんや。あ、
何もなかったや。よし、餅作りましょう。そうですね、作りましょうか。じゃあ、レンコンさんにこれは任して、私はぼーっと、ゾンビ肉でも食べてください。え、マジか。よーし、仮拠点完成。お、完成しましたか。お前ら完成しなかったわ。お、完成しました。完成しました。はい。完成しちゃった。これ完成しましたね。レンコン完成ですか。いいアングルがちょっとないな。マジか。アングルによっては多分いい感じに見えるんで。ヒュッ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 。やーべえ。もう落ちがない。もう落ちが。ヒュッ。なんでこんなの作っちゃったの。なんで俺が一番目なんだ。ピュッ。これがまあこれがまあレンコンさんの、そうそう、これがそうそう、こんな感じですよって、そうそう、最初こんな感じで、そう、ちゃんとやっていこうっていうのも、こっからどんどん、まあ、まあ本拠点も作っていきますしね。そう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 こんな感じでやってっちゃダメだよっていうのを見せるために、まあ、あの反面教師の、さすがレンコンさん、そういうことを、あ、だったんですか。そうなんですよ。そうなんです。ちょっと察してしまいました。はい、この。なるほど。もうさすがです。そうやって、イカを攻撃したつもり。そうそうそう。今、イカがちょっと。イカしてるぜ。これって、ドアとか、まだなんです。ドアとかつけない方針ですか、これって。いやいやいや。ドアなんてつけちゃったら、次のゲストの人が入れないじゃん。じゃあ、これもう天井、天井も壊しちゃう。天井も壊しちゃいますか。天井なんてないよ。雨風しのぎませんか。あれ、ドア。ドアって何ですか。よし、完成ですね。完成ですね。でもこれ完全にあれですね。次のゲストのために、こうなっちゃダメだよってのはやっぱ。さすが。やっぱレンコさん、そういうところも考えて、やっぱ。次に繋がる実況やってくれるんですね。ありがとうございます。そうですね。ありがたいですね。もう完全にね、次でしょ。自分はこんな風にやんなめようって。で、しっかり やってくれることを信じてね。ですね、次、まだレンコさんが呼んでくれますからね、次のゲストもまた。そう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 。そ紹介してくれるんで、まあ、その辺も完全にレンコさんが責任を持ってやってくれるんで。そうですね。やってくれるんで。責任を持ってね。私は安心して傍観します。いやー、次の人、どんまい。おそらくレンコンさんの知り合いであろう。仲良しであろう。いやー、仲良くなかったらどうしよう。私はとりあえず、まあ、前の人がやってましたって前の人なんていなかったやつ。完成、これはもう完璧でしょ。これ、完成ですか。あ、いいですね。完成としか言いようがない。いいですね。ベッドを持参してくださいって書いとかないと。そうですね。この辺の看板に立てて、ベストじゃないわ。ベッド持参必須。仮拠点。いやー。完成ですか。完成ですね、これ。OK です。完全に。完全に完成しました。完璧だわ。仮拠点。完璧だわ。最後に、じゃあ、レンコンさん。ちょっと待って。はい、首ですよね。自分の。それ、あれ。それ、もしかして、そうですね、自分の頭をコピーして撮ったんですか。頭そうですね、自分の頭を。あ、じゃあなんか、猫さんは多分、増えるタイプの首ですか。もしかして。あ、そうですね。あー、納得しました、はい。納得しました。じゃあこれ、じゃあレンコンさんが来たっていう証として、どこにでも好きなところに貼ってくれれば。はい、好きなところ。好きなところにも、自分が思うがままに、あんなところやったところに、あれで、掲示板じゃないわ。はい。板で、貼ったとして、名前を、お、さすが準備が早い。準備が早い。準備してきましたよ。さすが。どうぞ、見えますか？お、見えます、オッケーです。これで、
これサムネ、サムネはちょっときついかな、これは。怖いかな。生首はちょっと怖いかな、さすがに。それスクリーンショットして。すげえ。あ、耳ついてる、俺、しっかり。すごい。忠実に再現。すごい。再現されてる。耳ついてないと思った、すごい。まあ、モロレンコンさんや。これいや、俺だから。もう俺だから。そうですね。すごい。だから増えていくの楽しみですね、これ。血とか垂れてないから大丈夫かな。血は、セーフです、セーフです。大丈夫です。あ、よかったよかった。しっかりと隠してるし、どういうことだよ。ちゃんと血抜きも。血抜きマジか。俺の頭なんだよ、今。アンパンマンか、おめえ。楽しいな、この生首。どんどん増えていくのかね、生首が。生首が。言い方言い方が。題名変えようかな。生首コレクションにしようかな、これ。生これで。マジか生これ。今回は。開きにしましょうかね。じゃあ次回のゲストはまた、はい。レンコンさんから、紹介してもらって、来てもらいます。なので、次回のお楽しみというわけで。はい。今回はこの辺で終わらせていただこうと思います。じゃあレンコンさん、はい、ありがとうございました。今日は。いや、こちらこそありがとうございます。楽しい。建築でした。レンコンさん、今回のゲストはレンコンさんでした。はい。ありがとうございました。ありがとうございます。じゃあまた次回お会いしましょう。はい。じゃあ、バイチャ。バイチャ、バイチャ、パンマン。